こういう組織活動が成熟している企業ってすごい少なくて、少なくともこの30年近くいろいろな企業で働いたりなったりしてきたけど、自衛隊ほどこの組織活動がうまくできてるなっていうところにまだ会ったことないぐらい、実は中小企業とか大企業でも多分一部個人の仕事になっちゃってるみたいな、組織でやってるっていうより個人個人が頑張るような仕組みになっちゃってる。いやそんなことないですよ、組織的にやってますよと言うんであれば、誰々さんが今日休みなんだけど、えそれ困るとかね、急に誰々さん辞めることになって、穴どうしようかとかね、シームレスに組織的になってたら急に一人欠けたところでそんなに痛手ないというか、人に仕事を渡せないんですよ、いやこれは自分じゃないとできないんですよ、まあ、そういう会話がよく聞こえてくるんだけど、それっていうのはやっぱり組織的な活動になってないから。でもソフトウェア開発ってこれ大事なんだよね。なんでかっていうと情報扱ってるから。伝言ゲームみたいなもんって大勢の人で一つのソフトを作っていく中で、ここがうまくできないと生産性上がっていかないし、組織的に動くとか、どうチームで協力してやっていくか、そもそもチームとして協力をしていかなきゃダメなんだっていうマインドみたいなものすらなかったりするわけ。でも自衛隊いるとそういうマインドはもうなかったらやってらんないから、訓練されてそういうマインドになってるわけよね。このマインド形成が仕上がってる人たちっていうのが、ソフトウェアの開発を覚えたらまた違ったソフトウェア開発の世界ができるし、ソフトウェア開発でもこういう仕組みをね一生懸命今やってるんだけど、そもそもマインドがないんで、マインドを教育するところからやんなきゃいけなかったりとかしてくるわけ。でも人のマインド変えるのって相当大変なの。それこそ18歳を超えた人間が自分の考え方を変えるとか相当難しいと思ってて、だけどそれが唯一できるとしたら、四六時中衣食住を共にするぐらいの、しかも6ヶ月ぐらいの教育をねみっちり受けるような、それぐらいのエネルギーが必要だけど、それって自衛官やるから、最初にね3ヶ月前期教育、その後後期教育で、そこにすごいアドバンテージあるだろうなと思って。なんで自衛官の人たちはそういうアドバンテージが自分たちあるんだよっていうのを知ってもらってね、あとはもうプログラミングとか技術とかっていうのはもうこんなマインドとか体でね学んできた組織的な活動とかそういうのに比べたら些細なものというか、技術を覚えればいいだけの話だから。なんでちょっとでも興味持ってもらったらね、トライしてもらいたい。